皆さんこんにちは。今日は JLPTN4 の練習問題をします。もし私のスライドのペースは早かったら時々ポーズしてもうちょっと考えてみてください。では初めに語位ボキャブラリーから始めます。 昨日スマホをなくしました。まだ見つかりませんですね。見つかりません。見つかりますは to find ですね。見つかりますは intransitive で見つけますが transitive ですね。はい、じゃあ次です。 私の夢は医者になることです。答えは2番です。これ夢は Dream ですよね。で1番の「有名」は Famous ですね。「う」と「い」がありますかありませんかで意味が違いますよね。気をつけてください。夢は Dream です。じゃあ次です。 友達が来るので部屋を片付けますですね。片付けますは掃除しますと似ていますね。1の洗濯しますはあのシャツを洗いますとか、ランドリーですね。はい。部屋をだから片付けますを使います。では次の問題です。 明日のミーティングの準備をします。ですね。準備は prepare ですよね。だから準備をします。です。でえっと、2番の予定。予定はプランですね。でも予定をしますと言いません。メイクアッププランは予定を立てますと言います。予定をしまますと言いません。では次です。 私は日本のアニメに興味があります。ですね、興味があります。興味は interest ですね。で1の趣味は hobby ですよね。でも、日本のアニメに趣味がありますとは言いません。例えば、私は日本のアニメが趣味です。それはできます。でも、日本のアニメに趣味がありますと言いません。 あら興味がありますと言いますじゃあ次ですはいいいですか友達が東京に来たので案内しましたですね案内しますはここは原宿ですよとかここは浅草ですよと見せてあげることですよねはい で、二も、文句。文句はコンプレインですよねで。文句は文句しますと全然言いません。文句は文句を言いますというふうに使います。文句を言いますは o コンプレインですね。でも文句しますと言いません。はい。では次です。ここにゴミを 捨てててくださいですね捨てますはスローアウェイですよね。で、ゴミを捨ててください。捨てますの手フォームは捨ててです。これも <laughs> 覚えにくいですよね。でも、捨てますはルーバーブなので捨ててとなります。では次です。はい。プールで 水泳をしますですで水泳は泳ぐことです。一の登山は分かりますか登山は山に登ることです。との,の漢字は登るで、山の漢字は山と書きますから、登山は山に登ることです。もちろんプールで登山をしませんね <laughs>。だから、水泳をしますです。はい、では次です。 ここに車を止めますはパークですねあの。そこに車を置かないでくださいという意味ですね。では次が、えー、このボキャブラリーの最後のクイズです。はい。 宿題が難しいので先生に相談しますですね相談しますはアドバイスが欲しいときですよねあと手伝いますとか助けますの言葉は先生に手伝いますじゃなくて先生を手伝います先生を助けますを使います まあでも、この文でとにかくヘルプはちょっと変ですよね。だから、3の相談しますを使います。じゃあ、次に行きましょう。次は漢字です。はい。大学で研究していますですね。これ、研究と読みます。研究しています。じゃあ、次です。 ネットを使うときは、このパソコンを利用してください。ですね。これ、利用と読みます。で、そうですねあの、使用、このパソコンを使用してくださいということもできますけど、漢字が違いますね。この漢字は、利用と読みます。では、次です。はい。 これも多分1と2が <laughs> 難しかったかもしれないですけど答えは2ですね。思い出す思い出したというふうに使います。じゃあ次です。はい毎日運転ですね運転しています。 これもね連絡の連もちょっと似てる感じなんですけどこの感じは運転ですじゃあ次ですはい家に帰って猫の 世話をしなければいけませんですね。この漢字は世話と読みます。世話をするというのは、猫にご飯をあげるとか。なんか猫のことをするですね。猫のためのことをするのが世話をすると言います。じゃあ、次です。はい。私はヨガを。 習っていますですでねこ習ってはこの漢字ですね。1、2、4もちょっと勉強のタイプの漢字で <laughs> 迷うかもしれないですけど習うは3番です。じゃあ次です。銀行はどこですかです、ね、銀行は4ですね、はいで。1は図書館ですね。あと3は学校ですね。 じゃあ次です、はい。私の姉はエンジニアです。この兄弟の言葉も <laughs> 漢字難しいですよね。姉はさんです。姉はお姉さんですね。あのオールダースィスターですよね。姉。はい、じゃあ次です。 自転車を持っています。ね、自転車は一ですね。二は自動車ですね。車のことです。と三と四は字の漢字が違いますよね。では、次が漢字の最後のクイズです。はい、夏休みに海外に行きます。海外は三ですね。 海外は三です。一は外国ですよね。でもこの海外と読むのは三番です。ではこれから文法のクイズに行きましょう。はい、いいですか。会議は十時までに終わります。ちょっと待ってくださいですね。で、までに。 10時までにというのはあの、10時の前にということです。一番遅い終わる時間は10時です。だ多分9時50分とか9時55分に終わります。それがまでに。だから、by 10 o'clock ですね。でまでは、until ですよね。だから、10時まで終わりますと言いません。 までを使う時は例えば会議は10時までですとか会議を10時までしますというふうに使いますだから10時まで終わりますとは言いませんいいですかじゃあ次ですはい最近 忙しすぎて映画を見る時間がありません。これ忙しすぎてですね。あのこれも多分1と4がどっちかなと思ったかもしれないですけど、過ぎる、何々すぎるを使うときはの、いいアジェクティブはマイナスいですね。最後のいいはありません。<laughs> いいですか。じゃあ次です。 はい、これ難しいですよね。私はその漫画を持っていないので、友達に借りましたですね。借りますは何ですか借りますはボローですよね。じゃあ、to lend は貸しますですね。貸しますは to lend。で、えっ、ー、と、to return は返しますですよね。だからこの234は ちょっと意味が変になっちゃうので答えは1番「友達に借りました」であのー「借りました」だからその「from」でから友達から借りましたということもできますけど「友達に借りました」も同じ意味です「from my friend」ですねこれもちょっとパーティクルが分かりにくいんですけど にを使うことがよくあります。じゃあ次です、はい。宿題を手伝ってくれてありがとう。で、えっとこの何々ありがとうと言いたいときは、いつも何々てくれてありがとうと言います。 だからこの1「1手伝ってありがとう」は全然言いません。いつも何々てくれてありがとうと言ってください。はいじゃあ次です。はい冬休みの間、両親の家に行きます。 答えは3番です,冬休,みの間です、ね、冬休みはナウンですからナウンの間のが必要です。じゃあ次です。はい、早く家に帰りたいけどなかなかタクシーが来ませんね。 ですね「なかなか〜何々ない」は私はずっと待っていますけどまだそのことがありませんという時に使います「な,なかなかタクシーが来ません」は私はずっとタクシーを待っています長い時間タクシーを待っていますでもまだタクシーが来ませんという時ですなかなかはよくネガティブと一緒に使います はいじゃあ次ですこの公園には誰でも入れますよですね誰でも入れますはみんな入って大丈夫ですみんなこの公園を使うことができますですねで4誰にもの時は例えば誰にも話さないでください とか、そういう時に誰にもを使います。では、次です、はい。友達とどうやって話していますか。ズームで話しています。どうやっては、how ですよね。だから、この時はどうやってを使います。 じゃあ、次です、はい。私の家から駅まで十分しかかかりません。ね。かかりませんですから、しかを使いますよね。何何しか何何ません。ですね。 でオンリーの意味ですよね。では最後の問題です。はい。電車で足を踏まれました。ですね。足を踏まれますは、あの電車で私の足があって。で誰か他の人の足が上から <laughs> 来るのは。足を踏まれるですね。は足を踏まれます、o、を使います。 どうですか皆さんこれで30問でしたけどあの本当の,の JLPT の試験ではもうちょっと文が長かったりあともちろんこれだけじゃなくて読む問題とか聞く問題もあるのでもうちょっと複雑だと思うんですけど皆さん頑張ってください。<laughs> 今日のレッスンはここまでですで、えっと。まだライブレッスン今もやっているのでよかったらチェックしてみてください。 今日もありがとうございました。